世の中の変化って、なんか、自分の周りだけ見てると、なかなか気づかないところがあって、まあ最近、まあ今日僕が毎日書いてるノートっていうブログみたいなのがあるんですけど、それに書こうかなと思ってたのが、今ものすごい勢いで日本から、あの、労働力が失われていってるっていう話をちょっと書きたいなと思っていて、まあどういうことかっていうと、実は人材が不足、 すごい不足してるところと、実はなんかちょっと余,余り気味のところっていうのがあって。まあ、例えばなんですけど、あの、理系のガテン系人材みたいな。わかります建設の現場とかで測量とかしてるような人たちってめちゃくちゃ今不足してて。日本って今空前の建設ラッシュなんですね。で、あの、まあ、これはいろんな理由があるんですけど、まあ、一つは、やはり地政学的な問題で、 あの、まあ、台湾有事とかっていうふうに言われてますけど、まあ、中国が台湾に攻めていくんじゃないかと、いうようなお話がこう、まことしやかに囁かれてると。まあ、これはもちろんその、イスラエルがガザに侵攻したりとか、ロシアがウクライナに侵攻したりとか、あとま、アゼルバイジャンという国でも同じようなことが行われていて、まあ、割とこう、派遣主義というか、中国とかロシアみたいな、ま、派遣主義の国は、 え、周りの国に、まあ、21世紀になってもですね、武力で、え、領土を、えー、もぎ取りに行こうと、そういうような動きをするんですよね。で、これ実は歴史とも関わっていて、日本とかヨーロッパ、あるいはアメリカって、ちょっと、ロシアとか中国とは違うんですよ。で、何が違うかっていうと、中国って、 地続きじゃないですか。ユーラシア大陸で、例えばモンゴルとかと接してるわけですよね、国境。で、歩いて行けるわけですよ。で、この歩いて行けるっていうのと、その、海を隔てないと、えー、来れない日本みたいな国。で、やっぱりね、これ全然違うんですよね。日本とかヨーロッパみたいなその辺境にある国って、封建主義といって、王様が直接その人民を支配しないんですよね。 例えば、江戸幕府だったら、将軍様がいて、で、各地に藩があって、藩の殿様が人民を支配するような、まあ、間接統治みたいなことが行われてます。あの、これは同じです。あの、ヨーロッパ、西ヨーロッパの方の人たちも同じです。でも、ロシアだったりとか、中国っていうのは皇帝がいて、皇帝が、えー、まあ、直接的に人民を支配する。絶対王政っていう、 風に多分歴史では習うんですけど、絶対王政と保建主義。だからその大陸の真ん中にある国っていうのはもうガッチガチに人民を支配するんですよ。なぜかっていうと、攻めてこられるから、あの周りの遊牧民とか、実際あの中国も何回もその、 例えば、モンゴルのあたりにいる遊牧民、騎馬民族の人たちから征服されて、えー、王朝だったりとか、新王朝だったりとか、そういった、あの、中国人、まあ、中国人って言われる、いわゆる漢族って言われる漢字の漢ですね。えー、漢族以外の人たちが支配することも、え、結構あったりとかするんですよ。えー、なので、その、国の成り立ちが違うので、やっぱ周りの国々に対する、その支配欲みたいなものが結構強い。 とところがあると、えー、自分たちのその周りの国々が敵、まあ仮想敵国の陣営に入ろうとするとそれを良しとしない、まあ例えばウクライナはどんどん西寄りになっていって、えー、NATO に加盟するとか、まあ NATO って軍事同盟ですけど、えー、北大西洋条約機構に加盟しようとしてるとかですね。 えー、EU に加盟しようとしてるとか、まあそういうようなことがですね、すごく怖いわけですよね。だから、えー、あの、ウクライナを攻めて、えー、牽制しようとしてると。まあそれがあって、台湾も攻めて来られるんじゃないか、中国に、というようなところは、えー、みんな懸念するわけですけど、まあ実際のところ、海を隔ててるので、台湾に中国が攻め込むってのは相当難しいです。まず、 敵国を攻めるときには3倍以上の兵力が必要だというふうにされていて、これが海を隔てると5倍以上の兵力が必要であると。まあそういうふうに考えるとですね、非常にその、まあ中国が台湾を攻めるってのは非常に僕はそんなに現実的ではないと思ってます、正直。そんな簡単な話ではない。双方ともに、あの、相当なその、犠牲者を、 を出さざるを得ないので、本当にそんなことやってくるのかっていうところはちょっと微妙なところではあります。が、まあ、習近平3期目、今、突入してますけど、まあ、ワンチャイナーっていうことですごく熱意はあると。それに対する熱意はあるということで、まあ、万が一のことを考えて、半導体の工場が割と台湾に たくさん立地してるんですけど、これ危ないよねっていう話になってたわけですね。であと、まあ、コロナがあって、世界的な半導体不足になりました。それは工場の労働者が工場に行かなくなったりとかしたので、本当に生産ができなくなって、え特に車載半導体って言われる、あの、自動車とかをコントロールするための、えぇ、ー、チップ、半導体が不足してました。 で、自動車とかに使われてる、まあまあ、いわゆるマイコンと言われるようなコンピューターは、あの、スマートフォンとかに使われてるチップよりも全然古い、えー、半導体の製造プロセスっていうのはもう本当分子レベルで、えー、回路を設計するぐらいの勢いになってきてるんで、二、えー、2ナノとか3ナノメートルぐらいのめちゃくちゃちっちゃい半導体製造プロセスで、 スマホ用の CPU とか GPU を作るんですけど、自動車用はもっと全然桁が1個上ぐらい、20ナノとか30ナノぐらいの、まあ、ちょっと古い、古い、荒い、半導体。まあ、それを日本に工場を作っておけば、まあ、台湾有事でもうなんとかなるよねということで、TSMC がじゃあ熊本に作りますとか、 えー、ラピダスが、えー、北海道の苫小牧に工場を作りますとか、そんな感じになってると。半導体の工場を日本に作るっていうのは、まあ昔いっぱい半導体の工場あったわけですよ。で、なんでじゃあ日本からなくなったかっていうと、円高になったからですね。当時、ジャパンズナンバーワンって言われてた1990年代、1980年代ですね。で、そういう時に、まあいろいろ今の日本とアメリカの力関係で言うと、経済的には日本の方がすごく上がっていってた時期なので、えー、えー、お前らちょっと、 安売りしすぎだろうということで、円安から円高にしろみたいな圧力がアメリカの方から、アメリカ政府の方から買っていって、その結果として1ドル70円とか、今の倍以上ですかね、のめちゃくちゃすごいレートになっていて、マクドナルドのハンバーガーが60円とか70円で食えた時期がありました。僕もそれは体験してますけど、まあ、そんな時代にですね、日本の製造業っていうのは、 どんどん海外に進出していったんですね。僕の時代に学校で教えられてたのは日本は加工貿易の国で海外からエネルギーとか原材料を輸入して日本で加工して海外に輸出する国なんですっていうふうに教わったんだけど今全然違ってて GDP の多分7、8割は内需なんですね。つまり日本国内で消費されてるもの あの、七八。だから、日本って、全然、外需頼みの国ではなくて、内需頼み、のあ内需の国なんですよね。だから、まあ、日本企業は世界には進出してるんだけれども、実際にその納税してるのは海外の国。まあ、もちろん、資本的にはね、日本の資本なんで、あの、日本にそういった資本性のお金は入ってきているんですけれども、そういったことを、こう、頭の中に入れておくとどうなるのか、これからの時代がどうなるのかとか、 どういったところがすごく求められていて、こういった部分は全然求められてないとか、そういったことが分かってくると。まあ少なくともその半導体の工場を作るにあたって、めちゃくちゃ建設需要が生まれるわけですね。で、さらにあの、イスラエルでもウクライナでも戦争してるんで、やっぱ物資不足は物資不足なんですよ。でこれサプライチェーンって言葉を覚えてほしいんですけど、サプライってのは供給って意味ですね。 で、チェーンっていうのは、ま、鎖というか連鎖。実は、僕たちが今、使ってる、消費してる消費財もそうだし、自動車とかそういったものもそうなんですけど、すべて、サプライチェーンっていうものを、向きには語れないんですね。まあ、例えば自動車を作るにしたら、鉄が必要なんで、鉄を作る会社があって、みたいな。 だから製鉄所があって、そこからそれを加工する工場があって、それで部品を作る工場があってっていうふうにこう連鎖してるわけです。だからこれが一つでもこのピースが欠けると、実は結構とんでもないことになります。まあ、例えばですけど、ウクライナで作られてるシェアが高いものっていくつかあって、例えば、あの、ネオンっていうね、え気、ー、ガス元素、えー、まあ、ヘリウムとかの列にあるやつですけど、 ま、ネオンか、ネオンサインとかに使われてるネオン、ネオンですね。ネオンは、まあ、7、8割ぐらいが、ウクライナで生産されてて、あの、別に難しいわけじゃないです。ネオンって空気中にあるんで、気ガスなんで化学反応しないので、まあ、ヘリウムは軽いんで、宇宙に飛んで、飛んでっちゃって言いますけど、ネオンとかクリプトンとか、そういったものって重いんで、この辺にうようよしてるわけですよ。キセノンとかね。だから空気を、 まあ分離すれば、圧縮して分離すれば、ネオンっていうのは簡単にできるんだけど、まあ簡単にできるからこそ、そんな儲かんないんで、みんなやってないわけですよ。日本国内で作る技術がないわけでもないんだけど、全然儲かんないんでやめちゃってますっていう話ですね。まあ似たような話で、例えば蛍光灯の、蛍光灯って、 中あれ真空になってて、で真空放電させたら紫外線が出るんですけど、紫外線に反応して光を出すやつ。これが蛍光灯なんですね。蛍光剤っていう、もう本当に枯れた技術。でも日本に作ってる工場多分2つ、二社ぐらいあって、そのうちの1社が日夜科学工業って会社だったんですけど、まあ蛍光剤のこう需要っていうのはどんどん先ぼこ反りしていってるんで、新しい LED で証明できたらいいよねみたいな感じで LED の研究してたら本当にあの赤とか黄色とかの LED はあったんですけど緑とかだけど青を作るのが難しくて誰もできてなかったんですけどその日夜化学工業の中村さんという社員の人が青色 LED っていうのを発明してノーベル賞を取るんですけどまあそんな感じ サプライチェーンっていうのは本当にあの工業製品、僕もロケットとか作ってるんで分かるんですけど、本当に日本に一社しかないようなロケットの部品作ってる会社あるんですよ。シールって部品とか、えー、は本当に一社、イーグル工業っていうあの北関東にある会社が作ってるんですけど、ここ一社しか作ってないから、これなくなったら大変なことになるわけですよ。 まあ、ロケットってのは先っぽに衛星を乗っけたロケットですけど、核弾頭を乗っけたら核ミサイルになっちゃうんで、あの、ロケット用の部品って意外とあの、重要な部品で、例えばアメリカ製の部品って日本に輸入できないんですよね。ロケット用に使えますって言ったら輸入規制がかかっちゃいます。あの、軍事同盟結んでるんですけど、意外とアメリカってそういうところ厳しいんですよね。だから、日本で作れな、それが、その部品が作れなくなると、 ロケット作れなくなっちゃったりとかする。まあ、それぐらいサプライチェーンって重要なんですね。で、そういうことになってると。で、車載用の半導体だけじゃなくて、いや、そういった iPhone とか、そういったものに使うためのチップも作りましょう、みたいな話になって、もう熊本はもう空前の、あの、建設ラッシュになってます。熊本のその菊陽町ってとこなんですけど、そこの周辺だけ時給がめちゃくちゃ上がってます。もう本当にあの、 誰でもできるようなコンビニのバイトみたいな。でもほんと3000円とか4000円とかそういったレベルになってきてて、もう周りの会社が困ってる。えー、TSMC がどん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 人を、あのー、雇用していくもんだから、えー、全然足りないと、人が足りないっていうことになってる。特に、特に建設業はそう。資材の価格もめちゃくちゃ上がってるし、ほんと倍以上になってます。本気で倍以上になってて、しかもの、もう納期がどん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 遅れていってる。 だコロナの頃も一回そうやってその工場から人がいなくなったんで一瞬、え物が届かないみたいな時期ありましたけど、今は本当長期的に物が届かないような状態になってる。だから、特にその建設とかをやるその理系人材的な人たちっていうのはめちゃくちゃ人が足りてないです。ある程度高度な知識も必要だったりとかするんで、めちゃくちゃ人が足りてない状況になってます。でも、たや、その、 一番人が今余ってるのどこかっていうと、ホワイトカラーの事務作業みたいなのする人たちですね。ここは、めちゃくちゃ人が今ダブつき始めている。だから給料が上がらないですね。でもここって実はすごい必要ないとこなんですよね。どんどん人はいらなくなってくる分野なんですよ。皆さんご存知で AI、チャット GPT とかが出てきて、でまあ今、 マイクロソフトの,の Office365 のコーパイロットっていうのが出てきていてワードとか Excel とかそういったものをその編集加工するような、まあ、これまで事務アシスタントみたいな人がやってたような仕事って全部コーパイロットが AI がやってくれるんでいらなくなるんですよ多分多くのも職業は5分の1とか10分の1に必要な人材がなってしまうでも今みんなが その、行きたいと思ってるのって、それブルーカラーとか家庭系の仕事じゃなくて、東京の都心の綺麗なオフィスでパソコンカチャカチャやってるみたいな仕事が人気なんですよね。だからそこすごくミスマッチが起きてて、だから本当に必要なところにはどんどん人がいなくなっていて、みたいな、これが本当の少子化かと。東京にいる人はあんまり、うんって思うかもしれないですけども、田舎行くと若い子がいないんですよ。 で、私あの、パン屋の FC をやってるんですけど、小麦の奴隷っていう、人材不足で店が潰れていくんですよね。頑張ってやったんだけど、店長はいなくなりましたとか、あの、アルバイトが採用できませんとか、まあまあ頑張れば採用できるんでしょうけど、普通にやってたんじゃ人が来ないっていう、そういった状況になってきてるので、えー、この辺実は解決していかなければいけない課題ではあります。ただ、びっくりするぐらい、 急速に人いなくなるんですね。で、まず、今、段階の世代って言って、1945年、戦争が終わって、その後、ベビーブームってのが起きたんですね。まあ、戦争に行ってた人たちが帰ってきて、平和になったんで、子供作ろっかってなるわけじゃないですか。で、子供がバーってできて、まあ、その世代の人たちが今もう、後期高齢者、75歳以上になっていて、まあ、もうすぐ80、90になるんで、まあ、自然に死んでいくじゃないですか。 人口がだから500万とか1000万単位でどんどんっていなくなるんですね。で、その段階の世代の子供たちが段階ジュニアって言われてる僕とかの世代です。私今51歳です。20年後には71歳です。まあつまり、またこう死んでいく世代になっていくわけですよね。20年後、30年後には。段階ジュニアまで死に始めると、今度は人口がもう1000万単位でどんどんってなくなっていくわけですね。そうすると、 日本の人口びっくりするぐらい減るんですよ。今1億2000万人いますけど、もう一瞬で1億人を割って8000万とか7000万とかの世界が見えてくるわけですね。だから皆さんが、あのー、まあ、例えば40歳とかになる頃には、日本の人口1億人はもう余裕で切ってると思うんですよ。結構やばいんですよ。今ですらこれだけ人が不足してるんで、労働人口がめちゃくちゃ減ってるんで、 あのめちゃくちゃやばいですこれはやばいっていうのはいろんな意味で今回あの能登半島で地震起きたじゃないですかでその奥能都って言われるそのまあ先っぽの方輪島とかその辺っても道路のインフラとかがもうかなり破壊されていてでもこれどうすんのっていう話になってるわけですよこれまた復活させるんですかみたいなで地方行くと でっかいダムとか、まあ、ダムはまだね、発電とかで使われてるんでいいんですけど、これ何使うのっていうのは、道路とか橋とかいっぱいあると思うんですけど、これ対、当然ながら、耐用年数があって、壊れそうになったらメンテナンスしなきゃいけないんだけど、金もねえ、人もいねえみたいな話になってくると、もうこれいらないんじゃねみたいな話になってきてる。えよく、コンパクトシティ化っていう議論が、 もう二三十年前からされてたんですけど、めちゃくちゃ反対する人多かったんですが、ここに来て、あの、段階の世代が、うんと、後期高齢者になって、山奥の、もう本当に数軒しかないような集落にいると、例えば、心臓放射とか、あの、脳卒中とかになったら、救急車呼ぶんだけど、救急車呼んでる間に亡くなっちゃったみたいなことが頻発するようになったんで、みんな命の危険を感じて、 山から里に降りてきてるんですね。まあそういう現象が地方、日本の地方いろんなところで起きているので、まあここに来てちゃんとコンパクトシティ化するしかないですよねみたいな議論が出てきてたりとかもします。だからそういう中で我々はどう生きなきゃいけないのかっていう、まあまず何もなかった時のことを考えなければいけなくて、何もなかった時のことって結構想像するの怖いなっていうような感じ。ただなんか、 ちょっともうちょっと世界とかを見た方がいいかもしれないです。東南アジアの国とかバンコクとかベトナムのハノイとかホーチミンとか、まあ、シンガポールもそうですけどどこもどこ行ってもめちゃくちゃ盛り上がってます。すごい人が増えてるんで,で人が集まってきてて経済的にも豊かになってるんであのびっくりするぐらい活気があります。 日本人って行ってない人、そ、外に行ってない人は、その問題についてあんまり考えてないんだけど、ああ、なんかこれは、なんか日本にいると、精神的にも経済的にも貧しくなるな、みたいな感じの感情を受けると思う。で、日本国内でも、外国人がインバウンドですごく集まってる、まあ東京もそうですけど、京都とか、あるいは、日田高山とか、ニセコとか、白馬とか、 野沢温泉とかですね、まあ。いろんな外国人が集まって、観光客が集まってる都市があるんですけど、都市とか町村あるんですけど、行くとやっぱり全然そのマインドが違うんですよね。で僕も飲食店とかもやってるんでそういったところで。日本人の客と外国人の客のもう盛り上がりが違うんですよね。 で、日本人の客って貧乏臭くて、金払いも悪くて、コスパ、コスパコスパばっかり言って、態度も悪くて悪口をなんか食べログに書くみたいな、どうしようもねえやつばっかりになってきてて、まあ、これが国が貧しくなるってはこういうことなんだなと。昔ね、あの、ジャパユキさんっていう言葉があったんですけど、それはもともと語源はラユキさんって言うんですけど、えー、日本人の女性が、その、唐ユキさんって言って、昔中国に出稼ぎに行ってたんですよ。セックスワーカーとして。 その後日本が豊かになってジャパユキさんっつって日本に東南アジアからセックスワーカーの人たちがたくさん来てたんですがこれがまたあの世界に行くようになってますと例えばドバイに行ったりとかハワイに行ったりとかあのニューヨークに行ったりとかあの日本の AV 女優の人とかもの1回行くと1000万2000万もらえるんでたくさんの人たちが実際に行ってるんですまあ要はその世界に行った方が稼げるということで 世界に行ってもポテンシャルがある人たちっていうのはそうやって稼いでいってると。まあ、日本人相手に商売をしようとすると非常に貧乏臭く,くてあの大変なんですけど世界を相手にすると全然そのお金の水準が変わってくる。びっくりします。本当だから日本だけでやろうとすると本当給料が少ない。例えば学者っていうかそういった研究者とかでもそうだし ま、アメリカとかだと、大学院生で、そのバイトとか、日本人ってなんかバイトとかするんだけど、外国の大学院生って、教授がやってる会社から給料もらって、研究してたりとかするんです優秀な人は。あの、返さなくていい奨学金とかが出て、でも、2000万とか、優秀なやつはもらってたりとかするんですよね。でも日本って、ね、あの、ポスドクっつって、ドクター、まあ、 博士課程出てても仕事がないとか給料が安いとかですねそういったことにもなってしまうとまあタレントとか役者とかもそうなんですけど日本ってめちゃくちゃメジャーな映画とかに出てても全然給料安いんですよ本当に稼げてる人って CM とかに出てる本当に一握りの人たちでもまあこれがアメリカとかに行くとそのハリウッドで、まあ、それなりに、えー、出てれば あの普通の一般的な給料よりも全然稼げたりとかするんですけどこれもやっぱりシステムの問題なんですよねだから日本はそうやってどん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 貧乏臭く,くなっていくんでだからまあもちろんその外国人が日本にインバウンドで来るかもしれないので移民政策を転換して本当に人手不足なんでこれ日本って実は人気があるんですあと SNS が出てきたことによって日本,日本の良さっていうものが皆さんに知られるようになってきて。 だその結果として、えー、日本に来る人たちすごく飛躍的に増えてます。えー、特にインフルエンサーの人とかがどんどん日本いいよねっていうことを発信してくれるんで、えー、魅力がある国だとは思われてる。だから、まあ、例えば英語が通じるとか、労働条件が、あの、ビザが緩和されるとかね。そういったことがあると退去して日本に人がやってくる。まあ、これは全然考えられることではある。だから頑張れば5000万円。 あじゃあ500万とか1000万とかの人たちが日本に移住してくる可能性は十分にあると思います逆に言うとそうせざるを得ないかもしれないでもう一つはインバウンドの観光客とか短期滞在者これも実は経済効果的に言うと非常に大きいわけですよ今年多分日本にインバウンドで来る外国人の数3000万人ぐらいだと思いますが、まあ、政府はこれを倍増させようとしているし、えー、僕はポテンシャル的に言えば年間1億人以上来てもおかしくないと。 思ってるんで、まあそこも含めると、えー、非常に面白い可能性はあるなと。今今日ね、ちょっとま、マクロ的なというか、全体的なお話をしましたけれども、まあこれを前提にして皆さん自分の生き方を考えたらいいんじゃないかなと思います。海外とか行って知見を広めてくるのもすごく大事なことだと思いますし、えー、そうすることによって見えてくるものがある。えー、自分の見た目とか、自分のこう良さっていうのは、 あの他人に評価されないないいとわから自己評価がめちゃくちゃ高い人もいれば低い人もいるでも客観的に見られないとですね自分の良さと本当にわからないんで日本の良さをですね再発見するためにもあの外の世界を見た方がいいんじゃないかなと思いました以上です続いて質問コーナーに移ります。 一般参加者の皆さんから質問いた頂いていますので読み上げていきたいと思います、はい、中学3年間の不登校で一般常識を知らずに来ましたそのことを強みとして生きていけるような将来を教えていただけますでしょうか不登校一般強みいや強みも弱みも別にないとは思うんですけど中学校3年間行っても別に一般常識とか そんな、知れたりはしないんで <laughs>。社会で生きていく上で、中学校で得た、なん、体験とか、が、活かせるかっていうと、全然活かせない、ただの閉じた世界なんで、そもそもあの、教育って、義務教育は、忠実な国民を作るための教育なんですよね。前提として。だから、君が代も習うし、ね、国家正常するでしょ。 あれはあなたは日本人なんですよってことを植え付けるために洗脳するためにやってる仕組みなんですよ。そうしないとだって日本国なんてものは物理的には存在しないんでわかんないじゃないですか。あれはバーチャルな概念なんで国境線なんてどこにも惹かれてないんでだからあなたは日本国民なんですよって洗脳しないとあなたは日本国民にならないんですよ。江戸時代までは日本人っていう概念もほぼなかったんで どこどこ村の村人ぐらいの認識以上のことはないし、殿様の顔なんか知らないし、武士に支配されてるっていうふうにもう思ってないと思うんですよ。昔の江戸時代の人って。だけど、外国がこう攻めてくると。列強が攻めてくるから、日本として独立をしなければいけない。だから、日本っていう概念を作んなきゃいけなかったんで、教育の中で、 小学校1年生からあなたは日本人だ、あなたは日本人だって教えていってるから私たちは日本人だって思い込んでるんですね。まあ単なる思い込みなんですよ。それは教育の義務教育の第一の目的です。日本人であることを知らせること。で、もう一つは軍事教練です。運動会とかでなんか整列して前に習えとかラジオ体操をやったりとかしてたじゃないですか。それも全部はみ出さない 兵士を作るためのこ教育なんですよ。だから、もともと軍事教練なんですよ。陸軍とか海軍でやってたことを小学生にやらせてるわけですよ。だからなんか炎天下とかでそういうのやらやれて、なんかバタバタと食べれあの倒れていく女子生徒とかいたじゃないですか。<laughs> なんでこんなことしてんだろうなとか、まあ疑問には思うんだけど、まあね、逆らったら怒られるんで、みんな仕方なくやってるわけですけど、それはあの、兵隊に取られた後軍隊で、 みんながね、あの、バラバラに行動してたら困るじゃないですか。だから、小学校の時からあれ教えてるんですよ。だけど、まあ、日本徴兵制なくなったんで、本当は必要なくなったはずなんだけど、ちょうどね、高度経済成長で、工場とかで働く、こう、規律正しい労働者を作るためにすごく役立った,ったんで、そのまま残ってるんですよ。現代社会では全く必要のないことを結構教わってます。 で、あとさらにそこで暗記返調の教育みたいになってるでしょで暗記返調の教育なんて、もう全部 Google で検索すればわかって、わかるわけだから、チャット GPT に聞きゃわかるんだから、そんなの別に自分たちで覚える必要ないじゃないですか。覚える必要のないことを覚えさせられてるんですよ。まあこれもよく言ってる話なんですけど、僕はその小学校とか行ってた時代って、ソロ版ってものを習わされたんですよね。 パチパチこうやって弾くやつがあるんですけど。いや、だって計算機とかあるから、僕の時代から電卓あったんで、普通に。でみんな普通に使ってたから、電卓でいいじゃないですか、これやつ。手を使うと頭が良くなるんだとかって言われてたもんだって。さすがにみんなはもう使ってないと思いますけど、あれ多分そろばん屋の利権ですよ、多分。結構笑いごっちじゃなくて、そろばん屋さんはもうめちゃくちゃ困ったと思いますよ。 そろばん屋を延命させるためのもう苦肉の策ですよ。僕も変えましたもん、そろばん。マジで金の無駄だよね。時間と金の無駄だよね。そんなことばっかりやってますから、中学校今。行く意味ないですよ。だから強みでもないんだけど、別に弱みでもないかなっていう。続いての質問です。堀江さんはどうやって情報を収集してるか普通に SNS とかです。<laughs> はい。全然普通です。誰でもできることやってます。ありがとうございます。はい。はい 最後の質問です。大学へ行ってもしょうがないと堀江さんがよくお話しされていますが、そこそこの頭で授業など失敗した後のことを考えると親としては後押しできません。そこで大学へ行くとしたらどんな学部や専門を勉強するのがこれからの時代を必要と思いますあ。大学で勉強なんかしてるやついないから、日本の。<laughs> って僕は思うんですよ。そもそも大学って高等教育機関なんですね。いいですか頭いいやつが行くとこなんですよ。 大学って頭悪いやつは言っても意味ないんですよでいいですか大学っていうのはそもそも昔はネットとかなかったんで頭いい人たちが集まって頭いい人同士が対話とか議論をすると新しいアイディアとか新しい発明とか発見が生まれてくるんですよ僕も頭いいやつと話してるとめちゃくちゃいろんなことが出てくるんですよ でも俺,俺は今それをライングループとかでやってるんですよ。スラックとかでやってるんですよ。会う必要ないんですよ。大学はもうライングループでいいんですよ。極論す。いや、もともとほんとケンブリッジとか、そういうイギリスのね、ケンブリッジとか、そういう大学ってもともとそうやって頭のいい先生のところに生徒が集まって話を聞いて、でも そんんなこことととしたた方がいいいいじゃないかとかっっってやっててうを頑張やくための場所だったんです。だから物理的に場所が必要になって大学とはでき発展していったわけですよ。じゃそもそもは何だったか頭いい人同士が議論ができればいいんですよだから LINE グループでいいんですよ頭いい人たちって新しいツールとかすぐ使いこなすんでだからもう頭いい人たちはそれやってるんですよ。 例えば、コンピューターのプログラミングとか、そういったシステムを作るのか、GitHub っていうのがあって、GitHub で,コー,ドでコードで会話をしてるんですよ。プログラミングの,その、ね、コードがバーって出てくるんだけど、コードで、あ、ここ直した方がいいんじゃないかとかっていうことを、もう自動的、反自動的にやってるわけです言葉すらかわしてないんですよね。頭いい人ってそれはできるんで。だ例えば、えーっと、東大の松尾先生っていうね、の AI のすごい、松尾豊かっているんだけど、 松尾豊さんは2010年にディープラーニングっていうのの論文が出たわけですよ。カナダのトロント大学の先生が発明したんですけど、それ見て、すごく近いことをやってたんで、すぐに理解して、彼は AI の権威になったわけですよ。そのニューラルネットワークを彼も研究してて、いいところまで行ってたんだけど、ディープラーニングのアイディアまでには至らなかったんだけれども、すぐ近くにいたんで、 あすぐ理解して、あ、これすごいことになるって言って、頑張ってやったんですよ。だから、本当に頭悪いやつ大学行っても、まじ意味ないですよ。あの、要は、先生に教わらなければいけないようなやつっていうのは、大学行かなくていいあの、行っても意味ないんですよね。だから、そもそも論をすると、この人は、多分この子、この親の子供は、大学に行く意味はあまりないかもしれない。 うん。自習できるもん、今。昔は、例えば大学行くって図書館とかあった、あるわけです。今でもあるんだけど、図書館に行かないと読めない本がたくさんあったんですよ。で、論文もネットで今検索できるけど、昔は、僕が大学に行った頃ぐらいは、大学図書館行って、借りてこう読まなきゃいけなかったんですよ。めちゃくちゃめんどくさかったんですよ。今や、世界中のいろんな言語で書かれた論文が、自動翻訳されて、 読めるわけですよ。大学行く意味ないじゃん。マジで。って思います。ほんと意味ないと思う。だから要は大学に行くレベルの学力を持ってる人っていうのは自習ができます。自分で調べる能力があるから、自分で調べて、で、わかんねえことが出てきたりとか、もっとこうしたらいいんじゃないかみたいな、別に LINE グループでも Slack でも GitHub でも何でもいいんだけど、そういったところでできるんですよ。 だから行く意味ないよねってやっぱり思ってしまうっていう。そうじゃなくて、頭あんま良くなかったら、大学行ってる場合じゃないよね逆にね。稼ぐ能力とか、さっきも言いましたけど、あの、例えば測量とかをやったりしたら建設の現場でめちゃくちゃ給料もらって働けるよね。建築士とかね。もうすごく今需要あるんじゃないですか。 いわゆる手に職をつけるっていうか、そういったことを考えた方が、まあ僕はいいんじゃないかなと思います。行くだけの本当お金もかかるしね。めちゃくちゃ金かかるんですよ。今の大学って。これも、あのー、今ね、政治家の裏金問題みたいな叩かれてて、で、政治家の政治資金団体は、あれ、 子供とかに、まあ、要は寄付することによって無税で引き継ぐことができるんです。相続税かかんないんですよ。だなんかね、安倍元首相の奥さんの安倍昭恵さんが、旦那の政治資金団体引き継いだみたいな話で結構批判されてたりとかしましたけど、無税でね。同じように学校法人も無税で引き継げるんですよ。だ例えば、まあ、裏金でも叩かれてた、あの、世耕弘茂さんって参議院の、自民党の参議院の幹事長やってた人がいるんですけど、 えー、この人の一族は近畿大学っていうところの創業者一族なんですね。今でもその世耕博重さんが理事長なんですよ。近畿大学の。学校法人近畿大学の、えー、は世耕さんの息子さん、子供さんがいたら、としたらそこに無税で引き継がれるんですよね。だからみんな大学を作って、エフラン大学とか何のために作られてるかっていうと、そのためにやってる だから学校法人がこんなにたくさんで,できてるんですよ。で、そんなもののためにあなたたちはそれの養分になるわけですよ。<laughs> その、お金持ちの大学、あの学校法人のオーナーの養分。僕は養分でしかないと思ってます、マジで。なんで、ちょっとどうなのかなって。ただ、みんなやっぱり養分になりながらそこに学生がたくさんいるんで、まあそこに僕もアプローチをせざるを得ないんだけれども、 あの、マジでアドバイスをすると金の無駄だ金、金と時間の無駄だからマジでやめた方がいいよって、マジアドバイスをするとそうなんですよ。でも僕の言うことを信じられないんだったら別に信じなくていいです。困るの皆さんなんで。うん。あの僕はあの老婆心からアドバイスをさせていただいてますし、全く僕のポジショントークでも何でもないんで、別に皆さんが大学行こうが行く前が、僕は全然損も得もないんで、儲かるのは学校法人だけ。 もうそれだけの話なんで、あの、後とは勝手にしてくださいと。僕の言うことを信じないんだったら信じないで別にいいっすよっていうようなスタンスですね。もう何回も言ってんですけど、みんななんか自分が納得しないとみんな行動を起こさないんで、でも別に僕は、あの、納得なんか、何納得なんかしてたら、てか、そんな自分の能力過信してませんかみたいな 僕の意見と自分の意見が違っていて、僕が言ってることが納得できるまでその行動をしないってことは僕のことをバカにしてるってことでしょっていう。僕は間違ってると思ってんだったら、じゃあいいよと。俺の話なんか聞くなよっていう感じなんですよ。いいですかはい。ありがとうございます。